いいとこ勝ってますよ、僕がつり。気持ちいい。いいフィッキングでしたね。パワーフィネスジグ SS です。ラインナップとしては 2.7g、3.5g、4.7g の3つのラインナップがあります。このあのパワーフィネスジグはまず、このすごくもうスモラバとしては非常に太い太軸のサクサスフックが搭載されています。そしてまあこのガードなんですけども、ガードもこの太めのブラシガードが12本ついてまして、まあかなり濃いカバーでもこのパワーフィネスジグだったらしっかりと打ち込むことができるような仕様になってます。これ球体形状になってるんですけども、まあこの角度で見ていただくとちょうどこのスカートがこうふわっと丸い形になっていると思います。これが非常にポイントになってまして、まあ、トレーラーのワームもこのスカートからはみ出ない程度にちぎってこのぐらいつける、この幅ぐらいですね、つけるようなイメージでバスから見てもどんな角度で見てもこのパワーフィネスジグが球体に見えることがポイントになってます。今もこの僕が手元に持ってるこのカラーが人によってもすごい派手だなと思う方もいるかもしれないんですけど、まあ、チラシカラーと呼ばれるカラーです。このチラシカラーなんですけど、なんでこんないろんな色のスカートを混ぜてるのかというと、まあ、ハイライトだったりローライトだったり、まあ、水が濁っていたりいろんな状況で釣りをすると思うんですけども、その場合のどんな状況でもバスアングラーからしっかりとこのパワーフィネスジグが見えるようなカラーになってます。タックルとしては6フィート10インチ程度 あのミディアムヘビーの、まあ、パワーフィネス用の専用ロッドを使っていただくのが一番おすすめです。ラインの方も P ラインの2号程度の太さで、まあ、絶対深いカバーでかけるのでバスに切られないようなタックルセッティングでぜひやってみてください。パワーフィネスジグ、うっしゃー、いい魚、40あるかな、しゃー、いやー出ました、ユウマヅメのパワーフィネスジグ、いいとこ勝ってますよ、僕が釣り。気持ちいい、いいフィッキングでしたね。